北、大西洋中央海嶺大西洋中央海嶺は、大西洋中央部を南北に貫く海嶺である。スバールバル諸島の西の北極海から、アイスランドアゾレス諸島を経て、大西洋のほぼ中央を南北に走り、大西洋南部のブルベ島付近で、南西インド洋海嶺及び南アメリカ、南極海嶺につながっている。アイスランドは、島の中央を、北。 大西洋中央海嶺が貫いている。このような島は世界ではアイスランドしかない。スバールバル諸島以北の北大西洋中央海嶺は超低速で拡大する南線ワ分ける海嶺につながり、アイスランド北方から東、シベリアまで続く。大西洋の海底山脈の存在は1850年に予想された。1872年に 大西洋横断電信ケーブルの付設箇所を調べていたチャレンジャー号が海面下に存在する海洋定が浅くなっている箇所を発見した。そして1925年にソナーによって確認された。1950年代に地球の海底地形を図化していたチームが海底に存在する奇妙なミネ谷の連なりを明らかにした。その中央国は活発な地震の巣であることが分かった。 そして4万キロメートルの長さに及ぶ地球規模の中央海嶺の存在により海洋帝拡大説が導かれウェーゲナーの大陸移動説が受け入れられるようになった。海嶺はマントルから噴出したマグマが新たな海底地殻を生成している場所でありリフト谷が中央海嶺軸に沿って伸びている。一般に大西洋中央海嶺の山頂は 水深2500メートル前後にあり、その麓は水深5000メートル前後である。ただし、アイスランドのように海嶺が海面上にまで姿を表した場所のような例外的な箇所も存在する。なお、赤道付近のロマンシ海溝は、大西洋中央海嶺を北と南に分ける長さ300キロメートル、幅19キロメートルの狭い海底の谷で、 最深部の水深は7758メートルに達する。これは、プエルトリコ海溝、サウスサンドウィッチ海溝に次ぐ深さである。北、大西洋中央海嶺は、大西洋中央ライズと呼ばれる高まりの上にある。このライズは、アセノスフェアのマントル大流が、海洋近くとリソスフェアを押し上げ、東西に広げる作用によってできたものと考えられる。に超大陸。 パンゲア大陸が分裂して海嶺形成が始まった。アフリカ大陸、南米大陸、北米大陸、ユーラシア大陸が分離し、大西洋が拡大していった。この拡大は、ロマン主断裂で代表されるトランスフォーム断層運動によって進んだ。大西洋海底には中央海嶺を横切る。このような断層が無数に存在することが、地時気データからも知られる。なお 現在の北、大西洋中央海嶺には、例えば、アイスランドホットスポットやショーナホットスポットのように、ホットスポットと位置が、ほぼ重複した箇所も存在する。ありがとうございます。